基本情報技術者略語ノックパート5基本情報技術者試験に出題される略語を勉強しましょう試験問題で単文で説明された時に回答できることを目標とし一つの略語をがっつりと勉強するのではなく簡単な説明をノック形式で何パターンも紹介します ERP, エンタープライズリソースプラニング。企業全体の経営資源を有効かつ総合的に、計画、管理し、経営の効率化を図るための手法。CSR, コーポレートソーシャルリスポンシビリティ。企業活動において、経済的成長だけでなく、環境や社会からの要請に対し、 責任を果たすことが企業価値の向上につながるという考え方。s w ッ t ストレングス・ウィークネス・オポチュニティ・スレッド分析ストレングス強み・ウィークネス弱み・オポチュニティ機械・スレッド脅威の観点から企業の置かれている経営環境を分析し今後の戦略立案に活かす手法 EDI, エレクトロニックデータインターチェンジ。ネットワークを介して、小取引のためのデータを、コンピュータ、端末を含む間で、標準的な規約に基づいて交換すること。XML, エクステンシブル、マークアップランゲージ。利用者独自のタグを使って、文書の属性情報や論理構造を定義することが、 できる HTML ・ハイパーテキスト・マークアップランゲージ文書への参照情報や文章の論理構造をタグを使って記述するウェブページを作成するために開発された言語ロム・リードオンディメモリー読み出し専用で電源の供給が切れても 内容を保持しておくことのできる不揮発性のメモリ。RIP ルーティングインフォメーションプロトコル。ゲートウェイ間のホップ数によって経路を制御するルーティングプロトコル。WAF ウェブアプリケーションファイアウォール。ウェブアプリケーションの防御に特化したファイアウォール。 DMZ d ミリテライズドゾーンインターネットからアクセスされる可能性のある情報資源を設置するための外部でも内部でもない中間的な位置に存在するセグメント今回はここまで他の動画でも一緒に勉強しましょうチャンネル登録高評価 よろしくお願いします。また見てね。